お酒強いですか？って。お酒はね、弱い。俺お酒弱いよ。俺あれだよ。なんだっけ、ほろ酔い？ほろ酔い2巻で酔うね。なんなら1巻で顔真っ赤になって2巻で酔うね。でもなんか酔っても超豹変することはもうないかな。昔ね、超初めの頃、本当にあのあれよ、お酒が解禁された瞬間に飲んだ時はあのベロベロによってベロベロによって、あのこれ言ったっけ、あのその友達のクローゼットから手袋を取り出してつけてベロベロバーとかずっと言ってたらしい。キチガイ。キチガイっすね。あともう一つ思い出したんですけど、まあ、サークルみたいなやつで飲みに行った時に、まあ、お酒飲むんですけど、バーとか行くとお酒の度数が高いんですよね。だから酔いやすいんですけど、それを全然知らなくて4杯5杯ぐらい飲んだんですよね、僕弱いのに。しかも結構でかいグラスで。だから酔いすぎて、なんか自分のことを鏡で指さして、こいつ誰っつってギャハハって笑ってたそうです。自分あんまし覚え、あんましってか、それ覚えてないんですけど、これ誰とか言って笑ってたそうです。病気。鼻から見たら病気。あー、